いや。おい。って綺麗な女の人。え？ああ。ありがとうね、おじさん。よかったね。ね、おじさん。ああ。もう腹いっぱいになったのか、坊主。うん。何時間かしたら、お母さんも戻ってくるし。もう大丈夫。食あたりじゃなさそうだな。はるか、急いで病院を探そう。この子を見てもらいたいんだが、どうにかならないか。おい、どうしたんだ。少し黙っとれ。どれ、見せてみろ。急に腹が痛いと言って倒れたんだ。時間がない。緊急に回復して処置する。え、お腹切るの。おい、こっちはどうなる。おい、おい、アリ大丈夫か。ここの医者ずるい。外人でから差別して。何、こいつら後から来たのに手術してる。アリ無視された。アリ、アリクソ。見てわからんのか。今は手術中だ。出てけ。お前、俺の弟を見捨てた。許さない。うるさい。出て行けというのはわからんのか。そう、お前も弟のように死ね。今殺されちゃそのガキも死んじまう。俺が相手になるぜ。ならお前も殺
してやるよ。手術は終わったのか。ああ終わった。虫垂炎だったよ。破裂寸前だった。危なかったがな。お前絶対に殺してやる。ずいぶん元気だな、兄弟揃って。お前ずるいやつだ。弟見殺しに。あんた、え、なんでこいつはただの石だよ。尿管結石だ。結石。ああ激痛が走るが、石が膀胱に落ちちまえばなんてことはねえ。気失って寝てただけだ。じゃあ世話になったな。ありがとうね、お医者さん。お医者さんか、久々に聞いた言葉だな。こいつはどのくらい入院するんだ。まあ 2,3 日もじっとしてりゃ大丈夫だろう。子供は回復も早いしな。でもお母さん待ってるんでしょ。まあ俺が母親の店を探して連絡はしておくよ。お前しばらくじっとしてろよ。あんな場所でうろつくんじゃねえぞ。やめておけ。この子もきっと母親を待ってるのが楽しいんだろうな。あそうだろ。うん。この町には大人子供関係なくいろんな事情を持った連中が山ほどいるんだ。だがみんな精一杯頑張ってる。だから俺はこの町が好きなんだよ。そうだな。だからあんたみたいな医者も必要なのか。その通りだ。俺は患者に一切の差別はしない。この町で病気で苦しむ人間がいれば誰でも助けるさ。じゃあ俺らは帰るぜ。ああ。そういえば代金は。ああそれなら問題ねえ。俺には強力なスポンサーがいるんでな。そうなのか。まあとにかく助かったよ。ありがとうな。しかしあんたの社長さんも物好きだね。うちの社長がファンなんですよ。先生が東都医大の部長をされていた頃からの。そっか。まあ会ったことはないが、その風間社長さんとやらによろしく伝えてくれ。はい。